はい、順次です。では今回からプレイしていくメイン作品はこちら、まあ、ジャスティス街の次の作品ですかね。でやっていくのはこのアイワナキルザダークコアというね、まあ、リドミを読みますと制作者 WD さん、まあ、ただの人間さんという方が、まあ、制作された、作品になります。でキルザとついてるんですが、まあ、これリクエストいただいた作品でして、なんでまあキルザシリーズなので、まあ、難易度にもよるんですけども、もしかしたらあの完全クリアを目指せないというか、目指すは志はありますけどもできないかもしれないです。あのまあメインプレイでやる難易度ではないと判断したら、まあ、途中でね保留にするかもしれませんけども、もちろん可能な限りは挑戦していきたいと思ってますので、今回からはそうですね、キルザダークコアやっていきたいと思います。でこの作品はですね、キルザダークコア2も出てるんですけども、今回私がプレイしていくのはこの1の方ですね。本当にこう初めての制作された、あどうなんでしょうね、ただの人間さん初めて制作された作品だったと記憶もしてるんですけどもね、まあ、やっていきましょう。キルザシリーズゴー。なんか髪の毛赤いし怖いぞ。じゃあデータ1ね。待って、なんか嫌な予感しかしないぞ。おいこれ大丈夫？ほあ、やっぱ当たっちゃうか。ちょっとずれてるよね。うわ早速ミディアムにも入らせてくれないというこの難度、恐るべし。よし来た。えそこどこをカットしてんだと。まだステージに入れてないぞってところのカットになっちゃうか。あ来た。よしじゃあ行きましょう。ミディアムね、もうインポッシブル、そりゃ無理でしょっての話で。おじゃあ行きましょう。見たところはまあでもセーブ近いから、まあそう言ってもステージ1ですから、さすがにお手柔らかにって感じなんでしょうけど、頭になんかついてますね。これなんだろう、なんかついてますね。で髪の毛が赤いと、そういうキット分。よし、あゲームオーバー画面はいつも通りですかね。よっ、ここをまず、あいやー罠あるか、そういうことね。ここでセーブしつつ罠をかいくぐっていく。よし OK。 まだ最初のうちはやりやすい、まあ比較的難易度は高いとは思いますけど、そこ入る必要ある。あうわ飛んできちゃうか。あ待て、危ねってことはこれここに乗ってセーブした方がいいね。あセーブブロックのこう配慮はうまくされてて素敵、そこはすごく。でリンゴタスして、あでもこれリスタートすると画面がちょっと揺れますね。よっ、あうーん戻ってこれるか、間に入るか、間に入る方がいいのか、どっちか。よっ入るか、入れるか一応。うわでも出るのがきつい。この辺でセーブしつつね、リンゴタスで乗って、あてかもうさっさと行っちゃよかったんだ何をしてるのか。で隠しアイテムは特に記載がないので多分ないんじゃないかと思うんですが、まあねもし怪しいところがあれば調べてこうとは思うけども、こういうとこ、まあ、多分ないとは思うんですよね。あれば書かれると思うんで。うわーちょっと怖いな、ここ大丈夫かな。うわーそこむずいな、最初ここが、最初むずいね。そこを越えればセーブだけど、ちょっとセーブすると気をつけないと、ちょっと危ない位置でセーブしちゃうとちょっときついかもしれないんで気をつけようね。ほっ、あーむずいな。よっ来た、あっぶねー、あっぶねー、ふわっと来た。あーむついの、そこ来た。あジャンプ、あ待って、これ高く飛ぶ水かな、今すごい高くジャンプしたような気がする。とすれば、うわー連打してとりあえず取るか、セーブ。よし OKOKOK。 あそうだ、高く飛ぶ水だ、これちょっとやりづらいな、この水は。ちょっとこれは思いのほかむずいぞこれ。でもそこでセーブが取れるから、あまあでも積んじゃうかな、気をつけないと積みセーブになってしまう可能性があるんで。よあーむずいの、ここちょっとやらしいな。あ来た、あもうさっさと行っちゃった方がいいねここね。そうしよう、さっさと行っちゃおう。そこが、よあー来た、あうなぜ、いい仕事。よし来た、 OK。 あー来れたよ、やっと来れたよ。おっと待ってね、うわおっといっぱい来る、それどうしようかな、どう対処すべき。一旦右に、待ってね、右に、あ右にっていうか、そうだね、右に一旦戻って、あ戻ってジャンプか、戻って、よしこういうことね、 OK。 で、あまあでもこれは
ワンチャンで越えた方がいいね。あそこに床があるってことは、ブロックがあるってことは、多少当たり判定がないから、ワンチャンで多分いける。動くんかい。まあでもまだまだやりやすい難易度ですね、ここは。これを、これでやりやすいと感じる麻痺さがちょっとすごいけどね。よし。で、これ動いてくれるから。ほい。さよなら。OK。で、持って、なんかすごいな、ツタが飛び出てるぞ。おお、すごいな。でもなんかワープしたぞ。あー、そこどうしよう。ツタがワープするから。あー、落ちるか。一回フェイントかけて、まだ1マップ目だっていうのにね。ツタは使わずに、あぶね。セーブ。これツタ使うとどうなんだろう。ツタで、まあいっか。何も起きなかった。あ、待って、そこなんかいけるかな。いや、ないだろうな、こういうの。なさそうですよね。多分ないよね。ないと思うよ。ほっ、あ、ないね。よし、じゃあ先行こう。あー、セーブできてるね。ここ登ってくのか。あー、まあ、この辺りだったらまだなんとか。あ、ちょっと狭いな、そこ。そして EV よりちょっと難しいのかな。もうここはチョコレートバー地帯ですね、いわゆる。よし。で、あー、今抜けそうだった。神経集中。ほっ、来た。 OK。 よしよし、これはなしね。で、チョコレートバー地帯下に降りる。あ、トゥル、あ、しまった。トゥルリーンができなかった。トゥルリーンが。よし、まあこの辺はよく経験してることだから。トゥルリーン、よし、復帰復帰復帰。危ない危ない危ない。 OK。 待って、ビッグした。もう行かないな。パンターンで、ほっ、なんか飛んできそうだな。それは、あう。水ちゃんのところで一旦休憩をしつつ、これちょっと高く飛ぶから、で、つるっとジャンプ、危ない危ない、ちょっと気をつけて。つるっとジャンプして、よし、来た。で、一旦ちょっとね、下ろさせてほしいんだけど、まあ、なかなかそうは いかないから、ここでちょっと、うわ、くそ。チョコレートバーをなるべく使わないように下っていった方がいいね。よし、それで行こう。あそこね、イーブよりは簡単でしょう。おい、よし、来た。オッケーオッケーオッケー。そしたら次はこれを上がっていく。おお、迫ってくるんですよ。おお、左からも来ちゃう。なるほど、スピードステージか。いいでしょう、追いかけられるのね。うわー、罠もいっぱいあるね。またこれちょっとむずいね。またよし、オッケーで走って。うわー、罠あんのかい。まあそれはあるだろうというところなんです。危ねえ。2個目。よし、飛ぶんかい。よし、2個目。あー、そこもか。ここむずいな。全然いけませんけど、ここと、ここは一気にいっちゃう。よし、オッケー。頼むよ、なんもないでよ。あ、え、あ、抜けてんの、そこ。オッケー。そこ抜けるから、よっ。警戒してかなきゃダメよ。まずここね。よし、オッケー。で、ここは、オッケー。あ、くそ、いや、左のが飛んでくると思ったけど、右から来たか。まあでもね、難易度的にはちょうどよくて面白いですね、私的に。よし、ターンターン、オッケー。で、トゥルー、オッケー。で、ここを、あっち、あ、もう、そ、どうしようかな。思いっきり抜けた方がいいかな。よっ、よし、で、ここを、来た来た、超えた。やっと来た。頼むよ。まあ、あの針はそんなに迫ってくるスピードは遅くない。あ、早くないから、ターンターン。お、来た来た来た。え、何もないの、ここ。なんかボスっぽい感じしますけど、え、何もなし？いいのかな、行って。ん？お、これでく、ん？これステージ2なのかな？あ、でもなんか次ボスっぽいですね。なんかあそこのワープボスっぽいから、とりあえずあそこまで行きましょうか。で、ちょっと覗いてボスだったら、罠あるんかい。戦わずに次のパートにしたいと思いますですね。じゃあまずはここ越えよう。なんか曲ないのか、ここ。BGM はなしね。よし。で、そこね、多分1段低くなってるから、あ、トゥルッといける。あー、そうね、トゥルッといけるね。よしよし。1段っていうか、まあ、気持ち、ドット下がってるんで、いけると思う。よ。で、トゥルッ、OK。でもってこれか。これ、え？これこのまんま行くの？マジか。それって、ジャンプで、
あ、しまった。あ、ワンチャンじゃダメか、どっちにしろ。ツージャンして、え、いけるこれ。あ、セーブ取れるか。あ、そうだそうだ。よし。オッケー。で、セーブ取れるでしょう。あ、オッケー。いいね。こういうところ良心的。とは言っても、ここからはワンジャンプで越えられないってことは、そんな感じか。ふわっと入ってくのかな。ふわっと。あ、いけそうだね。ふわっと。ふわっと。ちょっとこう、ジャンプの先っちょを、遠めにする。なんかいけそうだね。あ、でもセーブ取れるけど取っちゃうとちょっと危ないんで取らずに行きます。ワンジャンじゃいけないからやっぱりツージャンで降りなきゃダメだよね。うまい具合にできてんのかなこれ。あ、でもドットがなんか関係してくるか。どこが最適かは分かりませんが、まあ何回かやってましょう。ここはね。あ、来た来た来た。オッケーオッケーオッケー。ふう。あー怖かった。まあそうだよね、これセーブなくて来たとするとあっちからの連続だったらもう過酷すぎましたけども、さすがに取れたか。うわお、これ取れる。おー、良心的ね。素晴らしい。でもってよ良心的とは何かというねことがあるかもしれませんけども、良心的よよ。あー、で間で一回そこ行けば、あ、一回そこ行けばセーブ取れるからよ。あー、むずいね。もうちょっとの気がする。どうだい、来た。オッケー。さあ次。ああ、ここはでもいつか行ける。どこもそうだかもしれないけど、よし来た。あ、アップねー。ちょっと待って、それはなしよ。そういうちょっとなんか罪的なのはちょっと怖いから。ああ、そこまで行かなきゃいいのか。だから手前でセーブ。よし。でここは一回ずらして、どうやって行くんだろうな。2個針飛ぶ？ハリカンジャンプかな？多分ハリカンでいくか。いやー、でも結構気が遠くなるぐらいの回数をデスしなきゃいけない気がするけどね。よし。ここは。あ、来た来た！オッケー！ふぅ。ふぅ。いいね。この配置ゲーみたいなの私好きですから。あ、ここは、でもここはそんなに時間かからず。あ、結構先っちょ出てますね。ほ。で、これって。これって、うわ、すごいな。これまた、よっ。あー、で、取っちゃっていいかな、これ。怖いな、でも。まあ、取っちゃうか、取っちゃいましょう。あー、もうちょっと高く飛べたときにね。待て。待て待て。あぶね。あぶねー。おっかねー。で、これは、入る必要あんの、そこ。曲ないの怖いな。あれ来た。あー、で、どくのか。でも、ここ、ドットが、会えるか。あうい。オッケー、オッケー、オッケー。よし、これだぞ。で、次は、ここか。タンタン、あー、ハリカンを飛んでく感じかな。行きましょう。よっ。あー、ワンチャンでいいか。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。うわ、怖っ。じゃ、ワンチャン。よし、来た。これはやりやすいね。で、ここも、1個飛んだらセーブできそうだから、飛んでセーブ、あ、飛んでセーブ、タンタン、あ、おっと、タンタン、よし、あー、行き過ぎ。どうした、先行きたい気持ちはわかるけどね。よし、ここも来た。 OK で、あ、もうすぐそこだね。ワープ行きましょう。よし、そこ頼む。もうちょい、よしよしよし。で、これか。あー、VVV!V! 一回最適にして。V! あ、V! じゃんけんでいくか。よっ。あ、くそ。なんかうまく出ないな。もっともっと。超。あー、それぐらいそれぐらいで2回目入れれば。きた！ OK！ ふぅ。ちょっと覗いてみましょう。ほい。あ、ちょっと待って。なんか異色の恐ろしい化け物みたいなキャラクターというか敵キャラ出てきましたけど、まだ続くようですね。じゃあここでセーブして、え、次回はこのお月様が綺麗なステージを攻略していきましょう。まあボスがいるとしたら、まあもうちょい先なのかな。はい、ということですね。よし、ではいよいよ始まりました。アイワナキルザダークコア WD さん、まあ、ただの人間さんの制作されたアイワナパート1、これにて終了します。まあ、次回は
この謎の生物のいるステージを攻略していきたいと思います。まあね、可能な限り頑張っていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いします。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。